12時17分にプレーボールがかかりました。今日の第2試合、1回の裏、世田谷学園です。先頭バッターの渡辺がセンター前のクリーンヒット、送りバントで2塁に進んだ後、4番の海老沢が先制のセンター前タイムリーヒットを放ちます。これで世田谷学園、最適よく1点を先制しました。2回の表、日大桜ヶ丘高校、今度はキャプテンの大浅、レフトにヒットを飛ばします。そしてこの阿部の当たり、ピッチャー強襲のショートへの内野安打となって、大浅がホームに帰って1対1同点に追いつきます。3回の裏、今度は世田谷学園がビッグイニング猛攻を見せます。満塁で二見がセンター前への2点タイムリー、これで3対1。そしてさらに山崎が続きます。この打球、青谷ホームランかという当たり、フェンスダイレクトのツーベース、1点を追加して4対1。鈴木もライト前にタイムリーヒット、5点目が入ります。まだ終わりません。キャプテンの小沼、センター前2点タイムリー、この回一挙6得点、7対1とゲームの主導権を握ります。世田谷学園、ゲーム6回の表、このイニング先頭の真由美、この当たり出塁します。ノーアウトの1塁。そしてこの鎌倉の当たり、レフト線を襲います。レフトの渡辺がここを無駄のない動き、さらには強肩を見せて、ファーストランナーの真由美をサードで刺すというスーパープレーが生まれて、6回の表、日大桜ヶ丘は無得点。そして6回の裏、世田谷学園はランナー2塁で4番の海老沢、この当たりちょっと日大桜ヶ丘にとっては不運な当たりでもあったんですが、記録スリーベース、1点を追加、8対1とします。さあそしてゲームは大詰め、7回の表、最後のバッターがレフトフライに倒れた日大桜ヶ丘高校、7回コールド、8対1、世田谷学園が勝利を収めて3回戦に駒を進めました。今年もやります、夏展望号、これを見れば夏大会が100倍楽しめること間違いなし。春大会のベストナインや夏の注目プレイヤー100人をチャージ取材陣が独自に選出。春大会全試合結果や試合レポート、チームレポートも、さらに吹奏楽部などの記事も掲載。東京版2023夏展望号、購入は月刊高校野球チャージで検索。この番組はトリエ慶応調布、住まいのリベスト、理想科学工業、ベースボールマガジン社、白ひげ在宅診療所、川北健診クリニック、理研ジャパン、他各社の協賛でお送りしています。